でかい、やっぱりでかい。やばい、やばくね、やばい。それの1個的な5分ぐらい、すごい、すごい、5個ぐらいかな、すごい。いきますよ、はい。以上で。ちょっと。行きますよ、こっち。じゃあ持ってよ。オッケー、オッケー。よっしゃー。おー。しっかりできるんだ。いや。すごい。今年も収穫しました。ジャンボピオン。大きいよね。本当ジャンボ。どれぐらいあるんかね。何キロぐらいあるのか。測ってみたいですね。測ってみたいね。3キロはないか。そう、ともちゃん何キロぐらいだと思う。分かんない。なんとなく。2.5。一房がちなみに500グラムです。普通の房。500グラム。ああ、じゃあそれぐらいだね。ないな、じゃあ。2.2。2.3。ピンちゃんはダンベルで言う2.3 ぐらいかな。2.3 2.2 2.2 500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 
ちょっとこのまま乗せていいんですか。崩さないように。ねえ、いい感じ。キャプテン綺麗に置いてください。この内側から置いて。こう。何でもいい、何でもいい。こう。体重。お。ちなみに何も何もでしたっけ。2.2、2.6、2.3。理解はどうぞ。すげえ。すごい。すげえ。すごい。イエーイ。繊細さ。やっぱ。繊細だね。毎日ダンベル持ってるね。多分ダンベルの。すげえな。やば。すごい。重た。そりゃ。俺とコモちゃんの繊細さがないってことだね。微妙なところ。微妙なところ。ポンと身のとこだけ落ちないか。怖い怖い。5年前を思い出しました。え、それ流れたんですか。それを RCG さんが多分流しましたね。わざと全国に流れた。この手も切らないんだ。ここで切らないんだ。そうね。ここでいいの。そこで行って。結構太いの。はい、そう。この辺でいいですか。その辺でいいです。せーの、やってください。よいしょ。じゃあ目標だ。すっげー長っ。これもう本当長さ的には林拓人の顎ぐらい。これ笑っていいのかな。これ使われるよ。これ使われるからね。だいぶ笑っこれ使われちゃうよ。対談してるしね。じゃあ後でじゃあ ここの辺にちょっと並べて写真撮りますから。
さんに後でやってもらいます。笑ってたし、めちゃくちゃ笑ってたんで。ゴールキーパー対談の。それがいい、それがいい、それがいい。悪いわ、一番悪い。一番悪いね。これは悪いぞ。これは、俺は青まで出してなかった。これは悪いな。いや、大きさにびっくりしましたね。あんなにジャンボっていうふうには聞いてましたけど、あれあんなに大きいとは思ってなかったです。どうですか、このどんなことを思いながらこう収穫されましたでしょうか。まあ、やっぱり本当に、こう手間だったりいろんな思いを込めて作っていただいたものを最後こう収穫というところですごく大事な、役割だったと思うので、持ってってすごく重みも、そのブドウの重みとこれまでの、作ってきた重みと感じ、ながら、収穫させていただきました。まあ、今オリンピック期間中ということもありますし、子どもたちとかにこう伝えたいことって何かありますでしょうか。そうですね、やっぱりこういうものづくりだったり、まあ、スポーツも本当にこの過程、やっていく過程っていうのにすごくこう時間がかかったりようなこうそこにで結果がすぐに出ないっていうところも、あると思いますけど、ただやっぱりこう最後にいいものが見えた時はあやっぱりまたやりたいなとか、またこういうものをこう作りたいなっていう思いが、まあ、スポーツも、こういう、ものづくりに、通ずるものがあると思うので、そこは本当に、子どもたちにも、経験だったり、してもらえたらいいなと思います。すみません、どんなチームに育てていきたいですか。チームですか、うん、レジーナですか。レジーナ、うん、そうですね、まあ、本当下向きにというか最後まで諦めない姿だったり、本当に戦い抜く姿っていうものを、ベースに、できるようなチームになっていけたらいいなと思ってます。やはりこのピオーネに通ずるところありますか。そうですね、本当にこのような大きい、ジャンボピオーネのように、はい、私たちも大きなチームになれるように、はい、頑張りたいです。もう ここまで近くにいるとすごいいい香りもして、美味しそうだなと思います。長さ的にはどうですか。そうですね、結構いい長さで、まあ、ちょっと出したいですけど。ピオーネ食べたことあります。はい、あります。ぜひ三好のピオーネも。そうですね、とても美味しそうなので楽しみです。これからレジーナですね、どういうチームにしていきたいでしょうか。そうですね、まあ、一日一日大事にしっかり積み上げていって、このピオーネのように長く皆さんに愛されるチームになれたらいいなと思います。自分のものにしてありがとうございました。